うちの特徴は、まあ、電子技法を泡盛製造に応用しているということに尽きると思いますね。マイナス4を環境に十分供給し、また発電し、米、水が非常に、動植物および酒を飲む人間にとってまろやかになり、健康的な酒ができるという信念に基づいて泡盛作りをやってます。ですね、やっぱり商売も大事ですけど、やっぱりいいものを作らんといかんというのがやっぱり大前提だと思いますので、電子技法を中心とした泡盛作りで、酒を飲んでも健康につながるんだと、飲んだ後にまた欲しくなる酒、それから飲んだら翌日元気になるような酒、そういう百薬の長を目指してこれからも頑張っていきたいと思います。